さこの顔タイプは何なんでしょうか。それでは今から何をやるかと言いますと、胸の上にカラードレープと言われる布をこうやって乗せていきます。で、明るい色を乗せると明るく反射します。そうになる人はいわゆる家出の色が似合いやすい人で、シルバーの方が好印象になる人はブルベの色が似合いやすい人という傾向にあります。なのでサマーのパステルピンク、ウィンターのショッキングピンク、スプリングの可愛いピンク、最後のサマーピンクですね。サマー、ウィンター、サマー、ウィンター、確かにサマーの方が肌の色ぐらい減りますよね。でウィンターにするとちょっとドヨンってくすんじゃう感じがします。似合う色のコスメを出していただきました。あ、これは自分の、似合ってないわけじゃないんだけど着てなそう、本当に、なんか違う、青いですね。緑系がマジ嫌いなの、ね、黄色緑、これ黄色緑なのか、なんかコスプレ感が出るというか。うん、あ、綺麗。やっぱりクールだから冷たい色にはちょっとでもこれ強いかな、ロイヤルブルーがいい。ちっちゃいですね。そうなんですね。くまみさんスポーツはやってないです。はぁ、なるほど。そうだよな、ファイもいけますね。ジャストもファイも両方いける人です。首はね、長いです。え、そう、うん、長いの。長い長い。えウェーブだけど、素材はストレートの方がいい。え、ウェーブなの。ウェーブなの。ウェーブでいいです。えー、はい、じゃあどうぞご協力。